さ、赤巻さんちのみんな、やっほーやっほーやっほーねーってば。あー、イライラしてきた。リビングに明かりついてんだからいるのは分かってんのに、バレバレのイルス使うなってのった。めんどくさくなってきたな。こうなったら強引に鍵壊して。こう、あ、やっぱりいたじゃん。こんな時間に何しに来やがった。なんだかものすごく機嫌が悪そうだけど、どうかしたの？質問に答えろ。そんなに怒ることないでしょ。何しにって、そりゃ坂巻さん家に遊びに来てあげたに決まってるじゃん。はあ、ふざけんな、頼んでね。うん、そりゃ頼まれてないけどさ。でも俺と君は友達でしょ。アポなしで遊びに来たって問題ないと思うんだけど。というわけでお邪魔します。あ、おい、てめえ勝手に入んじゃねえよ。そんな怒らなくたっていいじゃん。あ、シュウ君、こんばんは。ピーピーうるさいと思ったら、ムカミのやつが何の用だ。うん、ルキ君とユウマ君とアズサ君と喧嘩しちゃってさ、家出してきたんだよね。だからしばらくの間ここに置いてもらおうと思って。てめえ、さっきは遊びに来たっつっただろ。あれ、スバル君ってば、もしかして俺の言葉真に受けちゃったわけ？プップップ、プップップってぶっ殺すぞお前。ったく、おい、こう、そこのを煽るな、家に穴が開く。ただでさえ俺の言うことなら何でも聞く便利な奴が今いないんだ。面倒を増やすような真似をするな。え、シュウ君の言うことを何でも聞くって、 M 猫ちゃん、嘘、いないの？つーか、シュウの言うこと何でも聞くってだけで、なんであの女だってわかんだよ。そりゃわかんだろ。そんな奴は父なしの他にはいねえし。あやとくん、やっほー、こんばんは。何がユフーだ。お前がこんなとこで騒いでるせいで目が覚めちまったじゃねえか。家に人が少ねえから思い切り眠ってられると思ったのによ。はぁ、道理で静かだと思ったよ。あ、もしかして今3人しかここにいなかったり？そのもしかしてだけど、それがどうかした？うん、別にどうもしないけど。ねえ、すぐ戻るんだよね。んなこと知るか。そっか、せっかく M 猫ちゃんにボンゴレビアンコ作ってもらおうと思ったのにな。まあ仕方ない、とりあえずは雨露しのげればよしってことにするか。ひとまずはリビングでテレビでも見て。つーか、てめえ何ずかずか入り込んでんだ。だから言ったでしょ、みんなと喧嘩して家出してきたの。俺、みんなが帰ってきてって泣くまで帰らないよ。ああ、ふざけんな。うつまい。大体さ、こんな大きな家に俺一人増えたって大して。うわーだっ、えだー、なんだよって、なんか床がベトベトしてるんだけど。なにこれ、なんかこぼれてる。あーあー、この服気に入ってるのに、もうクリーニング代だってバカにならないんだから。うわー、リビングがめちゃくちゃだ。これはゴミの山？違う、レコードのケースが散乱して。俺の家なんだし文句はないだろう。にしてもこれはひどすぎじゃない？座る場所もないんだけど。文句あるならお前が片付けろ、俺は困ってない。なんでこの家にまで来てまた掃除させられなくちゃなんないのさ。掃除が嫌で出てきたっていうのに。お前、そんな理由で家出てきたのかよ。そうだけど、だって俺はアイドルだよ。アイドルがちまちま掃除なんてやってられないって。そもそもお風呂が一人だけ異常に長いからって風呂掃除しろって横暴だと思うんだよね俺。逆切れかよ。うっさいな。
まあ散らかってても死ぬわけじゃないし、ここで我慢してやるよ。へえ、これでも帰らないんだ。お会いにくさま。俺は生まれも育ちもここよりよっぽどひどい場所だったから気にならないんだよね。うぜえ、こうのやつ意地でも帰らねえ気みてえだな。おいスバル、お前なんとかしろよ。ダチなんだろ。は？いつの間にそういうことになったんだ。ねえねえスバルくん、この家はお客にお茶の一杯も出さないわけ？はあ？飲みたきゃ勝手に飲め。え？やだよ、大地このゴミの山だよ、動けないんだから。もうほんと使えないな、てめえ。おいスバル、お前の責任であのうるさいのなんとかしろ、すぐにだ。そうだそうだ、俺の責任かよ、てめえらこそなんとか。どうかしたのか。いや、雨が。うわぁ冷った。なんで雨？ここ室内でしょ。甲の座ってるところが雨漏りしてる。いや、濡れる。どういうことだよ、なんでリビングに雨が降るわけ。あー、そういや昨日俺が天井に穴開けたわ。どういうこと、何をどうすれば天井に穴が開くわけ。ってかすごい持ってるよ、びしょびしょなんだけど。アイドルなんだし、水も滴るなんとかっていうのでいいんじゃないの。確かにそうだな、掃除もしないような筋金入りのアイドルみてえだし。濡れんのが嫌だったら自分で屋根登って修理してこいよな。俺らには雨漏りなんて関係ねえし。許せない、お客にこんなひどい扱いするなんてルキ君たちに言いつけてやる。おい、どこ行く。屋根ならあっちから出ねえと。俺が屋根の修理なんかするわけないでしょ。お邪魔しました。行っちまった。はあ、これでゆっくりとバッハに浸れる。にしてもレイジが帰ってくる前にこいつなんとかしねえとひっくり返るんじゃねえか。それはそれでいいんじゃねえの。それにその前に父なしの奴が帰ってくんだろう。そしたらあいつにやらせようぜ。ま、確かにそれもそうだな。だったら問題ねえ。うるさいのがどっか行ってくれたり黙ってくれるならそれが一番だからな。はぁ、あ。